モノポライズ所属。身長172センチメートル。2014年度渡辺エンターテイメントカレッジ1年即成専攻の第11期生。2015年7月8日、高橋悠優名義で i2 オフィスに所属。2016年公開の2ヤング2ダイ若くして死ぬで映画俳優デビュー。二千十七年頃に退所した後、高橋優介名義に戻して、 モノポライズに所属。2018年、演舞ゼミナールのシネマプロジェクト第8弾に参加し、柴田圭介監督の映画、愛が、そいで、恋で主演に抜擢された。同映画は11月にイベント上映が行われた後、2019年6月より、新宿系図シネマをはじめとした短館系映画館で劇場公開された。また、同年8月には、 全国100巻以上で公開されたアスミックエース、配給映画、イソップの思う壺にメインキャストとして出演している。2020年には、2018年に制作された、主演映画、透明花火が公開。また、滝井工作の自伝的小説の映画化、初めての女で、主演の滝井工作を演じることが発表された。映像制作も行っており、 自身が主演を務める短編映画を数本監督。2019年制作のスティルダークは杉並ヒーロー映画祭2019で観客賞とザベストヒーロー賞を受賞している。2019年10月放送の東京 MX 明日の賞では監督として番組に出演し、監督短編映画2本が放送される。過去に目をぶつけてから非文章をわずらっている。その際に、 盲目白離で失明の可能性があると言われてしまったことがあるが、その経験をもって盲目の青年が主役の短編映画、スティールダークを考えついている。影響を受けた映画監督にポール・トーマス・アンダーソン、ジャンピエール・メルビルを挙げる。ありがとうございます。